カブトエビが誕生して2日目の水槽の中です非常に見えにくいですが中央に2匹のカブトエビが今確認できます1匹は中央から右に向かってちょっと遠ざかって動いておりますもう1匹は真ん中で残留しながらおとなしくしているという状態ちょっと動いているのは右上の方が見えるかもしれない 生まれたばかりの状態のカブトエビはあまりにも小さいので iPhone のカメラではこれぐらいにしか捉えることができません、えー、もう一匹がこっちの方にさっきまでいたんですけれど正直分かんないですもうちょっと目を離してしまうと どこにいるのかさっぱりわからないという状態、えー、今日から明日明後日ぐらいにかけて多分大幅に大きさが変わっていきます、えー、それからもずっとあの日が経つにつれて大きくなっていくんですが最高で3センチ、4センチ、尻尾の長さまで7センチまで、えー、去年一昨年ですね育ちましたので今年も楽しみにしようと思います